これ半分ですか。いいです。はい、みかんはみかん缶の3分の1ぐらい。半分ぐらい。半分ぐらい。卵2個。はい、それでみかんの缶の汁入れました。どうしよう、芋を上に乗っける？これの、うん、挟む中間真ん中、あれ下みかんでこれちょっと入れて、芋をさつまいもを乗っけて、もう一回それを乗っけて、そんなにね、まぶまぶ入れる。ヨーグルトやんじゃん。だって汁入れちゃったもん。そうか、水分。ああ、水分の代わりにあれない、うん、OK、いいよ。そもそもこっちが正しいやつ。これ汁は、めっちゃ大丈夫です。え？強そうです。炭やべえなと思ってるよ。そう。手で触った。触ってるの。多分下向くやろうなと思ったけど。案の定したもん。うまくいかん。答え。違う料理になっとる感じやけど、いいやな。なんとかコブラや。さつまいもコブラ。なんとかコブラ。なんとかコブラ。なるほど。それちょっと違うぞ。芸人みたいな名前。塩コブラ。塩コブラ。コブラかも。はい。じゃあ、用意してください。ウェブだけでいいんじゃない？これ？うん。いるかな。昨日も昨日っていうか、作った時も10分ちょっとやでな。思いのほか早かったなと思って。どう？いいのかな？うん、ぶっ刺してカバンに。もう一個やってもらう。はいよ。OK じゃない？こんな感じ。
それ。今日はさつまいもコブラ。ホットケーキやで。これはいいかもしれんな、コブラっていうかホットケーキ。繰り返すのもいいね、ホットケーキって、そう思えば。ちょっとふわふわやぞ。こんなに膨らんどるもん。ほら。ふっくら。ふっくら。こんなぐらい。切っといた方がいい。こんなぐらい。切っといた方がみんな食べる。芋だ。悪くないよ、芋。わわ見た目より。はい、これは蜂蜜乗っけても美味しい。そして沖縄がしばらくずっと雨なんですね。